森に潜伏中のリヴァイ班は拘束した憲兵からケニーの姓がアッカーマンであることを知る。さらにエレンとヒストリアの居場所を聞き出そうと尋問していたところへハンジとモブリットが現れる。そして彼らからクーデター成功の知らせがもたらされた。お前から預かった部下を死なせてしまったな。すまない。でも仇の鉄砲どもは君らで無力化したんだろ。いや、全部じゃねえ。その親玉とエレン、ヒストリアはまだ別の場所にいる。それなら手がかりがある。この戦いはそこで終わりにしよう。これはエルヴィンから託されたレイス教領地の調査報告書。5年前レイス家を襲ったある事件について書かれている。そう、ウォールマリアが破壊された日だ。その日の夜、盗賊の襲撃によって村の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことに、その夜はレイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。ロッド・レイスを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだと。ロッド・レイスは家族を失った直後に突然ヒストリアに接触を図った。この辺りに連中がヒストリアを求める理由があるのだろう。血縁関係か。その血に種か仕掛けがあるってのか。ハンジさん、二人の居場所の心当たりって。うん、私が気になったのは礼拝堂が全壊したところにある。盗賊ならトルモン取ってさっさと逃げるべきだろ。もはや巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値はある。分かった、その礼拝堂を目指そう。了解。